どうもどうも、犬です。マリオメーカー2を今日もやっていくぞ。今日やるコースは、コースを探すから、検索していくぞ。今回はゲームスキンすべて、新スキンすべて。難しさはとても難しい。地域は全世界。タグは今回は全部つけて、クリア率が低い順番で検索しまーす。大丈夫だよね。大丈夫だね。OK。今回はですね、この、今出てますね。この世界で最もクリア率が低い3つのコース。この3つのコースを全てクリアしていこうと思います。1位のコースがマリオブラザーズ1、2位のコースがマリオブラザーズ U、3位のコースがマリオ 3D ワールドスキンということでね、スキンもバラバラになってるみたいですね。まあ、今日は3位のコースからやっていきます。Welcome to Arrow World。チャレンジ数が27万3000分の14と、まあ、3位でもやはりね、かなりクリア率は低くなってますね。 I hope you have a fun time in our world. Good luck is what you need. まあちょっと英語がよくわかりませんが、やっていこうやっていきましょう。 Welcome to our world。 しゃあ開幕猫マリオ。猫マリオに開幕変身していく。終わったった。まあ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 。見ていきましょう。うわあ、なん。ここ、ちょっと、登ってから、シューンと。登ってから、シューンと。いやー、さあ、これで、さも2テイクでいったかのような。振りをしようと思ったが、結局食らってしまうんですね、これが。しゃがみ歩きでここ行けるんですね。ちょっと登ってからかな。あー、上すぎても食らうのか。よし、おーし、いけるか。ここはやっぱね、お、猫マリオじゃなきゃ通れないようですが、これはこいつの体にバネ乗せて飛び移る的な、そういう感じなのかな。あ、あ、これ一発でいかないとダメ、ダメみたい。あーっと、普通のマリオじゃ無理と。伸びたら一気に置いてすぐ行くしかない。ああ、くそ、意外と飛び移るのむずいな、これ。猫マリオ、急効果があるから、これを使っていった方が早いか。それと、あおい。ちょっと助走をつけてみますか。助走をつけて、幅跳びで、危ない危ない、いける。いい、これはこれは食らっていくしかないよな。お、よーし、いいやろ。なんだ、くる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 ジャンプも結構高く飛べるという。ここは、ここはね、潜り込んで壁キックで進んでいくぜ。おーい、潰れていくぜ。ドゥ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 、これ矢印あるじゃん。よっしゃい、ここで登っていくぜ。これはこれはあの下置きバネじゃんってやつじゃないですか。あー、投げちゃったよ、間違えて。よーし、ここでダッシュして、ここで下に置いて、ヒップ、おーっと、あー、なんかコイン、目印かな？置いて、コインのところでヒップし、おーし、ぴったり。コインが中心になっていました。ちょっと、マリオメーカー1というか、マリオメーカー1とは感覚が違う気が。うわー、これ！スイッチを、あの透明の土管に投げ込む的な感じじゃないの。今矢印あったけど大丈夫なのか。これ持ってきちゃったな。
一応これ頑張ってここに置くこともできるが、一応置くことはできたが、くそ、これ空中バネじゃんが、マリオメーカー2になってちょっとやりづらくなった。うわあ、ちょっとまあ慣れてないんですよね。おっ、のん、よっしゃ。そしてこのトゲの上に置きたいっすね。いけんのかな。まあ落っことしたとしてももう一回持ってこれる、押し大丈夫かな。これでこのジャンプ、ああこれ、こっから壁キックしていけば、壁キックスイッチの上に乗るジャンプで、この踏ん張るやつよりこっちの方がタフ飛べるっぽいな。よーし、オッケーオッケーオッケー。やっぱ上に土管使うんだったみたいですね。おーっと、いけたんですけど、なんかすごい多分手順がこれ違うんだろうな、本当は。なんかグダってたぞ。かなりグダグダな感じだった。ちょっともう一回取り直していいですか。ディテ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 ィ。よし。いや、このコースどうなんだろうな。クリア率は確かに結構低いんですけど。これ多分、みんな攻略法が分からなかったのでクリア率が低いような気がしないでもない。これ動画が出たらクリア率結構上がっちゃいそうな予感がします。ほっ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 。今のところやってみた感じだとね、そこまですごいシビアってわけではないと思うんですね。よし、今度はいけたぞ。これ多分上の方からスイッチが出てきて、的な。くそ、このバネちゃんで結局グダグダになってしまう。おい、結局。よーし、来た。ですね、これさっきの状況は一緒ですね、これ。あとはこれで、いけました。まあ結局ちょっとぐだってましたね。まあこうやって取り直せるぐらいなんでね。まあよし、まあともかくですよ。まず3位のコースを制覇しました。まあこれ多分攻略法さえ分かってしまえばね、結構いけるんじゃないですかね。案外早く終わりました。よし、まあね、次回はこの2位のコース、そして1位のコースとまた続けてやっていきますので、よろしくお願いします。